Sloppy tappy on the brain like Tyson. Fight back like you're trained by Tyson. Eat veggies for the taste, no Tyson. Wanna cop that's so enticing, but I invited you. 皆さんこんにちは。こだいめチャンネル始まりました。田村ゆうきです。いかがお過ごしでしょうか。まだ暑い日が続くのでね、急に寒くなったりまた夏が戻ってきたりいろいろ天候も変わりますが、みんな元気にしてるかな。今日はよく聞いていただくことが多いしっぽ焼きの特徴の一つである銀線を使って絵柄を描いていくという工程を工芸言い過ぎて何でも工芸って言っちゃう工程を見ていただけたらいいなと思います。こちらの握りバサミを使って純銀の帯状の線をカットしていきます。そしてこのピンセットですね、これも専用のピンセットなんですが、両方とも利き手に、2個とも利き手に片手に持って握りバサミとピンセット両方片手で持って作業をしていきます。でもう片方の手でその純銀の帯状の線、銀線を持って形を整えたりするという役割ですね。さあ、ぼんやりしている私が映っていますよ。人間の集中力っていうのは、集中しよう、頑張ろう、やる気を出そうと思うとやる気がそんなに出ないらしいんですけど、やり始めるとやる気が出るんですってね。この今映像に映っている私はやる気はあるんですけど、動画を撮りながらというちょっと初めての動画を支える、なんていうんですか、ネック、最近ね、なんかちょっと名称わからないんですけど、100均のダイソーから出ている首にかけて携帯をセットできて手元の映像が撮りやすいという、このスマートフォン支えが出たんですよ。スマートフォン支え、そう、それをねうまく使おうと頑張っています。ところが難しいんですね、これ。画面越しの自分の手元を見るともう全然わからないです。なんとなくの作業はできるんですけど、細かい作業になるので、画面越しの自分の手を見ながら作業するとはなかなか難しいし、じゃあ画面は無視して手元を見ながらやろうと思うと画面が全然撮れていなくて優秀な機器ではあるんですけど、ちょっと尻尾工芸に関しては難しいな。お料理で炒めるとかそういうぐらいだったらできそうな気はします。というわけで試行錯誤しながらではあるんですが、なんか私視線の純銀線つける絵柄を描くところをご覧いただけたらいいなと思います。銀線を立てるっていう作業がもうなかなか難しくて、なんでかっていうと銀線、この金属っていうのはエネルギーが加わるとどんどん硬くなっていきますよね。硬くなるんですよ。なんで何回も何回も形を整えようとグニグニしているとどんどん硬くなって全然形を作れるような状態の線じゃなくなっちゃうんですね。なのでコツとしてはふわっとそっと形を整えていく、一発でっていうのがベストです。母がよく言ってました、ふわっとやるのよ。よくこの乗せたい下書き線に沿ってグッて曲げたり、うんってこっちだって言ってこの形にって言って力を入れてしまうんですけど、そうではなくてふわっとやりなさいと母は申しておりました。最近その意味がね、もう幼少期は分からなかったんですけど最近は分かるようになりました。この作業がね地味なんですよもう本当に自分の工芸から火の粉が上がったり炎がゴーゴーしたりバチバチ音が鳴ったりしたらいいなって思うんですけど、そういう派手さがですねこの時点ではないのです。まあ、ただ尻尾焼きの特徴として、そういう工芸の特徴として、まあ珍しめの工程なので
よくここをお見せすることが多いです。ちょっと象眼に似てるかな。象眼っていうのは金属に金属を埋め込んでいくようなものなんですけど、尻尾の場合は、まあ、埋め込むというより先に立てていくっていう感じですね。この銀線もいろんな分厚さのものがあって、ご覧いただくと分かる通り銀線を張るというより立てていくんですけど、この線自体もいろんな太さがあって、あのデザインによって作品によって使い分けていったりします。最初この銀線を立てるっていう作業がめちゃくちゃ嫌いで、なんでこんな手間な作業を歴代やってんだって思ってすごく腹立たしかったんですけど、わーってなるのよわーってなるからさ、よくこんなめんどくさいことが工芸として成り立っているねって思っていたんですけど、まあ今となっては手も慣れて、なんか好きな作業です。どんどん絵柄が描けていくし、釉薬とかその次の段階だったり焼きの作業の時はもう後戻り失敗してもできないから、この銀線の場合は焼くまでは何度もやり直しが効くので、そうだから割とどちらかというとイージーモードな気持ちでできるようになりました。まあ、とはいえ難しいのが、今回こういう平面作品に絵柄を描いているのでまだいいんですけど、これが花瓶のような立体球体型になると、普通に乗せると点接地になっちゃうので、その球面球体状のところに線を立てていくってなると沿わないので、線がで沿わないと隙間が空いたり落ちちゃったりして絵柄がちゃんと描けないですし、次の工程のクリスタルガラス釉薬も流れ出てしまうので、ここがですね、あのより球体だったり大きい形だったりになっていくとぐっと難易度が上がっていきます。球体の場合はどうするかっていうと、そういう立体物の場合はどうするかというと、その球体のカーブに合うようなオブジェの線のカーブをつけないといけないんですね。それがなかなか難しいっていうのと、あと私もちっちゃい頃思ってたんですけど、まあ、これは平面立体において言えることなんですけど、もう一気に長い線をつけたいじゃないですか。早く終わるし、その方が簡単そうでしょ。逆にね、それが難しいんですよ。長い線っていうのはもう なんて言えばいいんだろう、難しいの。立たないし浮くしニョンってなるしどちらかというとちっちゃくて細かい線の方が簡単、ちっちゃくて細かい線をたくさんつけていった方が簡単です。ただこれも形を作って切って乗せていくわけでしょ。で切ったところがやっぱり見えちゃうと可愛くないからさ、そういうところも隠しつつというか、うまくやりながら乗せていくっていうのがポイントかな。あ、そろそろ動画が終わりましたね。今日はこんなところでお送りいたしました。皆さんもいろいろお忙しいかとは思いますが、ちゃんと食べてちゃんと寝て元気にお過ごしください。田村ゆきの5代目チャンネル YouTube チャンネル、こちら登録していただけると、いいねしていただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。色鮮やかな毎日を、今日もありがとうございました。Falling for you.